わあ、いい眺めだな。写真に撮ってみよう。構図に気をつけて。あー、街灯が入っちゃった。これがなきゃ完璧なんだけどな。こんな時はペンタブレットだ。よし、先生に教えてもらった方法でやってみよう。スポット修復ブラシツールを選択して、消したい部分をなぞって、おお、簡単に消えた。次に消したところで不自然な部分はコピースタンプを使ってなじませれば、できた。綺麗に消えた。本当に綺麗な写真になったな。ペンタブレットを使えば簡単に余計なものも消せちゃうんだね。もっと活用しなくちゃ。詳しいレタッチ方法は先生からのレクチャー動画を見れば一目瞭然。ぜひチェックしてみてね。